やってまいりました川口里奈ちゃんのドライバーコーナーでございます。はい、90切りとなった時にドライバーの飛距離ですが170から80くらい、まあ、目指したいかなという。200ヤード飛んだら理想的だね、70台への道としては。まっすぐっていうことですよね。え、他に何か。え、ごめんなさい、まっすぐじゃないほう、T が痛がってます。まあ、今のところちょっとゴルフにならなそうな感じですけど、まあ36前後くらいクラブスピードあります。ちょっとお借りしていいですか。はい、うん、こんくらい飛ぶんじゃないかなみたいな。これちょうど良さそうな感じ、35、6くらい。まあこれだよね、このりなちゃんの目指す今の雰囲気としては。はい、207って出てる。まあ、スピードは十分あるんで、やっぱりここは軌道の練習をしなきゃいけないと。はい、あの球を打てるってことね、リナちゃんの。こんな感じ、やっぱボールスピード53くらいになるんで、はい、まあ、飛距離はだいたい210くらい。で、その上でやっぱり今一番振ってていけないのは、やっぱり上から入る、アウトサイドから入るみたいな、はい、やっぱり典型的なこう飛ばないスライス、アウトサイドに動きなんで、まあ、ドライバーのインサイドインの動きを練習する、はい、ステップ1は、まあ、ボールは左足線上で、まず足はどっちかというとこう止めちゃっていい、まあ、最初のちょっと基本の動きと変わるけど、はい、まあ、腰を少し安定させて、まあ、ただひねった際にこうやって足は動いてくる、うん、こういうちょっと腕を意識した動きの練習がメインですけど、足裏で地面をしっかりつかみながらもこの腕をこうやって振って、はい、インサイドからまたインサイドにしっかりインサイドインで振る。この時は足はどっちかっていうと力を入れて踏ん張る。お腹と肩はしっかりひねって、こういうフックボールが出てきたらいい傾向。まっすぐからフックみたいな、こういうフックボールちゃんとインサイドから入ってくればドローフックが出るんで、はい、こんな感じ。はい、まあ、まずは、まあ、言ってみれば手打ちでいいから、はい、インサイドインの軌道で効率よく飛ばすというドローで飛ばすようにっていう、まあ、動かないっていう感じではないんだけど動くんだけど、はい、足はちょっと踏ん張って、はい、めくれないようにまず我慢する、はいはい、この今上から振ってるものをちょっとドライバーに関してこう横に振るっていうのに切り替える、はい、うん、あれ全く真逆のスライスですね。うん、まあ、正直スライスに悩んでる方とかこの動きで捕まった球出ないうちはフルショットしても絶対意味ないです。その癖が固まるだけなんで。肘の位置もうちょっと後ろ側に行っていいです。こっちで、このグローブのロゴは後ろターゲットと反対方向に向けることで、まあ、フェースが開かない。こうなってると、はい、自分の顔の方に向いてるとフェースが開いてるからこれでこう閉じてる状態、はい、低くこうやって足の付け根に体の後ろ側にヘッドがいるんで、はい、まあ、このまま手を体の正面で追い越せるようにヘッドがね、はい、入れ替わる。ハンドファーストに手をこう先行させて入れなければ絶対ストレートが左に飛んでいくはずなんで、うん、惜しい。スライスが出ちゃう方はちょっとイメージとしてやっぱりリナちゃんこうやって引いちゃってるから手を、あ、はい、ちゃんと体の正面ではもうヘッドが戻ってきて、ヘッドが追い越すまで手は左に行っちゃダメ。そう、ヘッドが完全に行ってから折りたたまれて、はい、手が折りたたまれて顔の横に、まあ、手がこう硬くなってる。やっぱり力を入れに行ってるインパクトだから常に手を前にこうやって出しちゃってる状態、極端にと、はい、で大事なのはドライバーとか、まあ、特に長いクラブね、やっぱりこうシナリオを使うことなんですよ。ね、このシナリオを使えばしなって勝手にさこう手を離せば勢いで追い越してくれるじゃないですか、はい、今これ別に左手こうひねってるわけじゃなくてここでしなったものが離せばこう、ね、クラブがこう回ってくるわけですよ。その、はい、しなる力でねじれで、この練習においてこうやって行ったり来たりこう手でいいから最初、はい、
まあ肩は少しこういう感じ、右向いて戻して、右向いて戻して、右向いて戻して、こうやってね、一瞬こう逆しなりが見えるかどうか、まず自分で逆しなり、こうやってクラブがボールに向きたがってるかどうかね、はい、当たりたがってるかどうか、こうやって右で止めた時に一瞬こうなるでしょう、はい、しなりで、まあ戻そうとするからそうなるんだけど、しならせる、しならせる、しならせる、あとは力を抜けばあえて捕まるんだ、はい、しならないで振るとあもうこういう球なんだ、もう軌道がいくらインサイドから来てもあなるほど、まあ、フェースがまあ自動的に返っていかないで、自分で返そうとするとこうもう手の力ばっかり入ってきて非常に良くないスイングだ、逆しなりがまず自分で見れるかどうか、あーすごいね、え、何ですか、これちょっと腕の力入れますよ、やっぱり止めるのに、もちろん左足の踏ん張りもいるし、ああ、うん、今手がどこにあるか見といて、りなちゃん自分の手が、はい、戻ってる時、はい選手交代、はい選手交代、はい、はい、そんなに右足になるでしょ、ずっとめもうこうそこ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 で、もちろんそのままこの勢いに乗って離した時にこうやって左に向くけど、はい、まあこう左に行くんですよ、だからまあだんだん一緒に体がこう回ってきて、まあ、こうまっすぐのインパクトになってくる、まあ、これは右手の引っかかりだね、まずね大事なのは、はい、クラブがこう前に行こうとするのをこう引き止めて戻し、引き止めて戻し、左手よりもちょっと右手の指の方に圧がかかってるかもね、うん、さっきよりだいぶいいよ、さっきよりだいぶいい、すっごい疲れ、あれですよね、使いますか、どこお腹、どこを使う、お腹ね、はい使います、逆しなりがちゃんと自分で見えたら、そうそう、そんな感じ、そんな感じ、まだ打つのは焦んなくていいから、はい、大事なのはヘッドがもうボールに勝手に向かってるなってもう分かったら、 あとはもう手を離すだけだなっていう感じになったら打っていい、はい、そうそう、ああなるんですよ、左行くんですよ絶対、はい、そう、さあだんだん大きくしてみて、腕の振りも大きくしてみて、だんだん、はい、逆しなりも大きくなるイメージ、ハンドレイトに入る、ハンドレイトになってないよ全然今、あこうそう、はい、そうなってなかったらしなってないから、それはしなってないしブレーキできてないって感じ、はい、そうそう、そうなるんだよ、めちゃくちゃしならせたらそうなる、はい、少しずつ真ん中に戻してみて、そのリリースしてるそのブレーキかけるイメージのところ、はい、これ結構筋肉痛になるからね、そうそうそう、そうするともうまっすぐに近づいてきたでしょ、タイミング的に、はい、このブレーキの位置をちょっとずつ変えていくのは体の動きで変えていく、そうですね、左に回ってくると、うん、左側になってくる感じ、もっともっと上まで、そう、でゆっくりでいいから戻すのは、そうで逆しなりのとこまで、ハンドレートにとこまで来てなきゃダメね、そう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 、それでワンツースリーで打ってみて、はい、1回、2回しならせて3回目でパーンって、はい、そう、そしてゆっくりやってほしい、腕の力がやっぱりこうあんまり入りすぎないように、はい、もっとゆっくり、もっとゆっくり、そうで最後パーンって、そう、それ捕まってくると思うんで、はい、嬉しそうですね、いやそうですね勝手にね、しなりで返ってくるものを、はい、逆にあんまり返さないようにサポートするのが手ですよ、こうゆっくりゆっくり、あ、まあ、だいぶちょっと雰囲気は変わったんで、はいはい、ちょっと最後僕も帰ります、はい、あのお願いします、足で受け止めて、足でこうやって動いていいから、こういうふうに初めは、まあ、1回、2回こうやってフックでいいから、はい、勢いでクラブが回ってくるんで回転してくるのをだんだんと体下半身を一緒に回してこの
帰らない時間を少し長めにしていく。で通り過ぎてから回っていくような感じね。ここの切り返しだからしならせるのはここの動き。そう、まあ、これぐらいゆっくりちょっとやるっていう意識と、はい、まあ、あんまりやらなくていい、はい、疲れてきたら無理せずにこの練習はね、まあ、その一発で切り返しで体重移動とかこの体の入れ替えが分かってくれば当然こう1回で同じような球が出てくるはずだから、はい、まあ、こうしなりの練習っていうので、はい、まあ、柔らかい素振り棒とかあったらまあ理想的ですけどね、そういうので、まあ、短期間で70台を出そうという企画なんで、りなちゃん、ひかりちゃんには無理を強いているつもりですが、効率よく練習すること、まあ、そして技術だけじゃなくて、はい、ラウンドに行った時の考え方も70台は大事なんで、はい、頑張りましょう。はい、頑張ります。僕はやる気になってるんで、あとは皆さんも、はい、頑張り次第です。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。